こんにちは、ノクさん。コンシェルジュのサービスね、順調に進んでるみたいで、非常に良かったんじゃないかなと思います。まあ、情報ってのは、もたらされた人と、もたらされてない人、そして、もたらされた人の中でも、それに気づける人、行動できる人、まあ、そうじゃない人っていうのは分かれるんですよね。まあ、まず前提としては、情報がなければ何もできないところはあるんですけども、逆に情報があるからね、できなくなっちゃうってこともあります。というのが、情報のすべてが、自分の想定した未来に合致するかどうかっていうのはこれ分かんないからですよね。やっぱりね、進める方としてはベストなものだと思って、ベタなものだと思ってお話しするんですけども、受け取った方としてはね、別の未来を構想している可能性もありますんで、やっぱりある一定のすり合わせ時間が必要なのも確かなんだろうなと思います。まあでもね、この機会にノクさんと私もお会いできてね、一緒にその満員のセミナー会場に入れたこと、非常に今でもね、こんなに不況の中でも多くの人が集まって何とかしよう、盛り上がっていこう、ね、稼いでいこうっていうのがあるんだなと思ったら、本当になんかこう、まあ、日本の将来も暗いばかりではないなというふうに思ったりしましたね。素晴らしいことだと思います。で、アンチのこのね、いろんな情報ですけども、いや私すごいなと思ったら、ノクさんはそのアンチの情報も結構ね見に行ってるんだなと思って、そのアンチに対しても詳しいみたいなね。で、聞いてるとアンチに対してアンチみたいな、だから裏が裏返って、まあ、また元通りに戻ったみたいな感じなんですけども、これは当然ね、ノクさんなりに肯定するところが多い気からビジネス進めてると思うんですけども、アンチの方っていうのはやっぱり否定的に見るんですよね。やっぱりね、同じ情報でも否定的に見ると。で、ノクさんの場合はやっぱりこう是々非々でやってると思われるんですけども、肯定的な方にやっぱり少しね、触れていくところがあって、アンチの方とはいつまでたってもすり合わせができないところもあると思いますし、まあでもね、言ってみればアンチの方っていうのも結局は肯定感のある人が見に来ると思ってやってるところもあるんで、やっぱそういう意味ではね、何らかのアクセスに、まあ、寄与しているところがあるのかなと、お互い様なのかなってところがあったりね、そういうふうなアンチが得られるのも一つのビジネスが、まあ、盛り上がってるところ、グツグツと煮えてるところなんじゃないかなと思います。やっぱりね、具材は大きい方が、シチューは多い方がね、シチューは美味しいですからねいろんな具が入って大きなビジネスに育っていくんじゃないかなと思います。第1段階が終わって、第2段階、そして第3段階、第4回と、やっぱり マスコミっていうものの、ね、力が、ね、大きいなっていうことをね、今日はお話して終わっていこうと思いますけども、やっぱりね、インターネットを使って私もほとんどね、マスメディアに触れてないんですけども、結局は何らかの憧れが、まあ、マスコミにあるんですよね。私たちがですよ、例えば地上波に出てみたいとかね、テレビで何か言いたいとか、テレビで CM が始まったら、あ、これは影響力が出てくるんだみたいに思っちゃうんですけども、まあ、今や影響力って十分 YouTube の方でもあると思うんで、私はこの YouTube の影響力をね、ちょっとテレビ以上に考えていきたいなと思うんですよ。まあ、つまりはテレビでも、なんかバラエティ番組でね、YouTube での名シーンを集めた番組ってあるんですよ。これってのは地上波の勝利なのか YouTube の勝利なのか、どっちなんだろうなと思っちゃいます。もっと言ったら、テレビを見ていた人が YouTube にこう振り替わっていくのに、まあ貢献してるんですよね。現在のテレビ業界っていうのは、目先の売り上げの欲しさに10年後のもう衰退っていうのを引き換えちゃってるわけなんですよ。本来でしたらゲームとかね、 YouTube とかね、なんかそういったものでテレビって紹介したくないはずなんですよ。なぜならテレビの視聴率が確実に落ちるものだからなんですよね。スマホでゲームやられちゃったりとか、それから YouTube を見られちゃったりするとテレビ見る暇がなくなるわけですよ。まあ、まさに私もね、幼い頃からテレビで育ってきたんですけども、 YouTube の素晴らしさに気づいて、インターネットの面白さに気づいて、もうテレビが見なくなっちゃったんですよね。そんなことがありますね。で、まあ、ノクさんの暮らしも結構な情報が取れるような環境にあると思いますけども、やっぱ情報のほとんどはテレビの方よりも、やっぱりこうね、インターネットから取るんじゃないかなと思いますよね。まさにテレビと違って、インターネットはアンチの情報にもアクセスできるところが、また魅力となり面白さの一つなんじゃないかなというところですよね。まあけどね、否定できないテレビの憧れっていうのはやっぱありますね。なんか出てみたいなとかね、テレビに出てやるぜみたいな。先日も NHK のね、投資討論がありましたけども、インターネットでは喋れることでもテレビでは規制が入るというね。だからこういうふうな放送コードっていうんですか、ああいうのがあったりとか、テレビの局がね、恣意的に自由な発言を封じるってことがインターネットにありますんで、結構情報がね、歪められちゃったりするんじゃないかな。あ、インターネットじゃなくてテレビがね、テレビが情報を歪められちゃってるなっていうのを、やっぱこうインターネットっていう裏側からやっぱこう見ないといけないかなと。そしてひいてはその裏側が表になり、どちらかというとテレビはささやかな存在になっていくんじゃないかなと思いますね。現在はね、楽天みたいな会社がそのお金の力を使ってね、
消費者さんから集めたお金でもって消費者さんを騙すような行動が出てますけども、今これからはそれが通用しなくなるんじゃないかなと。少なくとも私たちが生きてる間に真実が真実のまま伝えれるようになっていけばいいなと思いますし、もしかしたらこのインターネットプラットフォームも、まあ、オールドメディアによってもしかしたらね買収されてる可能性もありますけどね。はい、そして最後のまとめになりますけど、コンシェルジュサービスね。コンシェルジュ、私もあのクレジットカードのコンシェルジュサービス使うんですけども、コンシェルジュさんよりも自分の方が情報のセンスが上ってことも当然ありますんで、万能ではなくて一つの参考としてね、やっぱ捉えていくっていう立ち位置がいいのかなと思います。コンシェルジュサービスをする人もやっぱりね、我も人なり彼も人なりですから、人間らしい考え違いや情報不足とかミスを引き起こすこともありますんでね、うん、ただコンシェルジュサービスはこれからもっともっとレベルが高くなって切磋琢磨されていると思いますので、まあ、そういった業界に、ビジネスとしてね関われることにものすごく大きな可能性を感じるのは私も同じでございます。それでは本日もありがとうございました。